あのハデスがオーディンを利用していたとは。やはりにわかには信じられんな。君たちがそう感じるのも無理はない。だが全て真実なんだ。だとしたらハデスの向かう場所はたった一つ、ユグドラシルの中心、ミーミルの泉ね。任せるがよい。やはり来たか。邪魔立てされる前にここで滅びを洗う。受けてみよう。想像はしていたけど、ミーミルの泉には簡単に近づけないみたいね。まずは東西の神殿を抑える必要がある。神殿に力を注げば泉への道が開かれるはずだ。時間が惜しいけどそうするしかないわね。まずは東の神殿に向かいましょう。私では勝負にならん。堂々たる戦ぶりですね。その勇姿、みんなの励みとなりましょう。がつけた傷がまだ違うよ、ロキ。ただ少し胸騒ぎがするんだ。ここまでハデスの姿はなかったということは、ひょっとしてもうすでに彼は。任せるがよい。わしと共に来ないか。お見事でございますな。この神殿にはわしが力を注いでおく。お前たちは西の神殿に向かうがよい。さあ急いで西に。ちょっと待って、この気配は。よう、オーディン、立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。ハデス、貴様。やはりハデスはもうミーミルの泉に。オーディンからユグドラシルを奪うつもりでは。みんな西の神殿へ急いで、一刻も早く泉へ向かってハデスを止めなくちゃ。何を企んでいる。冥府で私に力を貸したのはなぜだ。お前に話すことなどもう何もない。さっさと魂をいただくとしよう。
きの妙、見せてやろう。お前こそ真の三国武装だ。私がなすすべもなく負けると。なかなかよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。まず誓ってきた武勇見せてやる。今日はもう勘弁してやる。なんと勇ましき敵か。わしと共に来ないか。はい、来ます。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうね。さあオーディン、お前の力全部俺がもらってやるよ。まさかどうしていたというのか。ユグドラシルの力を縁として、私を。これで西の神殿も抑えられたわね。それじゃ早速力を注ぐわよ。東西の神殿に力が満ちていく。これで泉への道が開かれるはずだ。みんなニーミルの泉へ急いで。一刻も早くハデスを止めなくちゃ。お前の魂はいただいた。これでユグドラシルは俺のものだ。私が滅びる。まさかこんな形で。体中に力がみなぎってくる。これがユグドラシルの力か。みんな落ち着いて聞いて。オーディンの気配が今完全に消えたわ。消えた？あのオーディンは死んだというのか。ユグドラシルついに手に入れたぞ。この力さえあれば俺は誰にも負けない。そう、あの弟にさえ。時は満ちた。今こそゼウスに代わり、この俺が神を滑る存在となる。わしの代わりなど誰にも務まらんだ。ハデスであれば理解できるであろうに。ゼウス、気持ちはわかるけど考えるのは後よ。今はこの大軍から逃げることを優先しましょう。西の神殿付近はまだハデスの手先が少ないわ。あそこからなんとか逃げられるはずよ。この怪物、攻撃がまるで通らんな。これでは先に進めんぞ。おそらく怪物を操る実者がいるはず。まずそれを探し出さないことにはない。南西から強い力を感じる。術者はきっとそこよ。受けてみよう。なかなか、あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。受けてみよう。こいつらいくら倒しても再現なしかよ。めんどくせえ。受けてみよう。受けてみよう。ハデス、やはりあなたが全ての元凶だったのか。受けてみよう。その言い草。なるほどな。俺のことを嗅ぎ回っていたのはやはりお前か。お前の魂にはどこかであった気がする。
殺されてまで職務に励んでいくとは殊勝なことだ。堂々たる戦ぶりですね。その勇士、皆の励みとなりましょう。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。絶対するしかない。これであの怪物にも攻撃が通じるはずよ。早速ゼウスに見せつけてやるとするか。通りたき、俺を倒していけ。我が前にひれ伏して。ここにまでハデスの手が。倒して進むしかないみたいね。やった。さあみんな急いで。逃げるかゼウス。神々の王が聞いて呆れるぜ。まあいい、今は見逃してやる。だが覚えておけ、金輪際お前は俺に勝てはしない。絶対にな。